フォトドラアワードに認定されたえりすぐりの場所やこと、車に乗って会いに行こう。フォトドラ。この番組は鹿児島県オールトヨタの提供でお送りします。フォトドラとは、思わず写真を撮りに車で出かけたくなるような鹿児島の魅力を発信していく企画。トヨタのスタッフがフォトドラナビゲーターとして、フォトドラアワードに認定されたスポットを私出世とともに巡ります。今回のナビゲーターはネッツトヨタ南九州若き2児のパパ、鎌田さんです。今日のフォトドラスポットのキーワードは巨大です。巨大。クロスオーバー SUV 人気の先駆けとなったラブ4で、大隅半島北側にある総市へ。ここで寄り道。畜産が盛んな総市ならではのスポットを巡ります。そして巨大な認定物があるという場所へ到着。こちらが認定されている矢五郎丼です。うわ、大きい。迫力満点ですね。矢五郎丼は山に腰掛けて海で顔を洗ったという逸話が残されているようなスケールの大きい方なんです。数々の巨人伝説は毎年11月3日開催の矢五郎丼祭りにより語り継がれているんですよ。ここでフォトタイム。プロのフォトグラファー大庭岳さんに認定スポットの撮り方を教えてもらいます。近い時は下から煽って撮るとですね、迫力のある感じが撮れると思います。あとちょっと離れてトリックアウト的な遊んだ写真を撮りたいと思います。手をもうちょっと下げる。下げる。あとは笑顔でお願いします。簡単なスマイルです。もうちょっと手をまっすぐしましょうかね。笑顔で。映ってる。はい、そこですいません、キープでお願いします。撮れた。今日いかがでしたか。新たな撮り方を学ぶことができて楽しかったです。そうの矢五郎丼に抱きつくこの写真、こうやって写真を通してまた見ると、総市の矢五郎丼はそうビッグでしたね。そうですね。映えるを撮ろう、車と行こう。この番組は鹿児島県オールトヨタの提供でお送りしました。